えー、速化の久保でございます車の税金が来てますんで26万円分ぐらいね来てますんでこの日曜日にペイペイポイントで払おうかと思ったんですけどもなんかね2022年の3月末でペイペイポイントでの支払いはできるんだけどもどうもメリットがなくなったみたいで今まででしたらねこのペイペイポイントで税金を払うと0.5ポイントとか1%とかまあ人によっては1.5%がパーセントが ペイペイボーナスで付いていたそうですけどもこれがなんかなくなったみたいですねなんだよすごい金額払うのにねなしかみたいな感じでございますで今考えられるメリットとしては残されたのはうん,なんか PayPay ペイペイのバックで採用されるパーセンテージっていうのがあるんですけども利用金額とか利用頻度によって変わるんですよでその一つに月間5万円以上の決済 をペイペイでするとなんか翌月いいよみたいなのがあるんですけどもそれが超えられるぐらいですかねあとはあれでしょ1回の取引300円をなんか10回とか30回以上するといいよみたいなが来月の査定がいいよみたいなのがありますけどもそれの1回になるってことでしょだから300円とかのの同額の1回ですよねうんだか,らかなりメリット薄くなったんでちょっと別の決済手段探そうかなとなんか au pay みたいなのが今一番いいみたいなんですけども、私 au pay に、ね、使ったことがないんで、いやーなんかね、せちがらいですね。せちがらい。なんか、車の税金払うのが急に意欲がないってきました。<laughs> まあでも払いますけどもね、26万か嫌ですね。はい、じゃあ今回はそんなしょんぼりな報告でございました。